はい、こんにちは。12月15日木曜日の日替わり竹部でございます。東京マーケット、依然として凪状態なのではございますが、外為市場の中でもドル円相場、こちらの方はですね、ユーロショートでのドル買い戻し、ユーロショートでのドル買い戻しというような形になっている状況、そしてまたユーロの方もという動きで非常に複雑回帰なんですけども、短期的な資金、ライボ、そしてタイボと、それぞれ短期的な3ヶ月ものの貸し出し金利なども非常に堅調に推移している状況の中では、ドル円相場においてもいささかドル強含み、そしてですね、どちらかというとですね、これは年末時期ということの短期資金需要なんでしょうか、そういったところでのドル買いというようなものも散見されるようでございます。もちろん米国のファンダメンタルズも回復傾向にあるという中でのドル買います。いずれにしてもクリスマス相場というような状況なんでしょうか、マーケットが非常に閑散しているというような状況でございます。実はですね、今夜というか、本日でございますけども、東京金融取引所において、僭越ながら会場セミナーさせていただくんですけども、そちらの方でもちょっとお話しさせていただこうかと思っておりますのが、こちらでございます。ちょっとご覧になっていただけますでしょうか。日替わり竹部ご覧になっていただいている皆様方にはご案内してるんですけども、なんとなく厄介、78円。これをなんとなく厄介と言っていいのかどうかわかりませんが、継続してですね、長方形分析の中では、78円水準、78円、79円、こういった水準のところが上値抵抗線として非常にですね、意識せざるを得ない水準だというところでですね、鑑みているんですけども、足元のドル円相場、先ほど申し上げました、全然動いてないよねという形になるんでしょうか。じゃあ何故にというところなんですが、ちょっとこちらの方をご覧になっていただけますでしょうか。の13日の火曜日、実は日経新聞さんのところで、ご覧になっていらっしゃらない方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとコメントさせていただきました。個人投資家の皆様方もですね、これ年末のレパトリエーションという言葉はちょっと言い過ぎかもしれませんけども、やはり年末に向けてですね、ある程度のドル買い、外貨買いのポジションというのを、円に変えるというような圧力、そういったものが上値焦点として、意識される需給という観点での意識されるポジションなのかなと、そういった水準がですね、やはり78円前後のところにございますというようなコメントをさせていただいたのが、日本経済新聞社の方の、コメントとして、その部分だけ残ったというところなんですが、実際に左側、60分足チャートでご覧になっていただければと思いますけれども、12月に入ってからほとんど78円のちょうどから30銭水準、いわゆる78円の前半水準とかいうのが非常に重い状態が続いているんですね。いずれにしても、ドル安円高がずっと続いてないという状況ではありますので、一国民としては急激な円高がある程度収束したのかなというふうにして安心しては見ているのでございますけども、市場参加者がかなり限定しているという状況の中での今横ばい推移という言い方をするならば、やはり突発的な動きがあった場合は急激に動いていく可能性も十分あるということでございます。年末ということではですね、防犯防火、こういったところも十分ご注意してのリスク管理だと思いますけども、為替相場においてもですね、クリスマス期に向けてはますますリスク管理の方、こちらの方は用意周到にご管理していただければというふうにして思う次第でございます。以上、12月15日木曜日の日替わり竹部でございました。